武芸とは、日本の古代から、中世、近世初期までにおいて、軍の兵卒や武官、武士などが、当時の戦場で戦うために訓練した義芸のこと。日本で鉄器の武器が導入されたのは、弥生時代に入ってからである。五漢書和人伝では、その兵友穂子弓竹やあるも、骨ため矢尻と記されているが、義志和人伝では、 平洋鉾立木弓木弓短歌頂上畜線、ある鉄族ある骨族とあり、西暦200年代頃の輪において矛、盾、木弓と鉄あるいは骨の矢尻が用いられていて、木弓は、下が短く、上が長い弓との記述がある。大和朝廷の成立した時代には、大友氏や物のべしなどが軍事を担った士族として存在した。日本最古の師匠といえる。 日本書紀の水勢天皇の上に武芸の子が見え、また、日本書紀や古事記に、矛、剣、刀、弓、緑などの記述が見られる。古墳時代までには、馬が群馬として用いられ、三馬が東北日本まで広がって盛んとなった。長久はより長大となり、現在の和弓ほどとなった。律令制が整った時代の律令官制の群生は、兵部省が司っていた。 軍団兵士制であった。その戦闘訓練として、武漢の律令正式の武芸があり、戦術は、軍団として組織立った、集団戦が中心だった。天武天皇は武漢に対して、傭兵、乗馬の訓練に関する発令をし、大法律令と養老律令を通じて、学生で、騎兵隊が強調された。また、文武天皇が、慶運五年6月に、 諸国の兵士に武芸を習わせたことや、聖武天皇の人気元年に、坂東9カ国の軍3万が記者の教習と軍人の訓練を受けるようになったとの記事が残されている。なお、当時は、石弓も使用していた。その後、軍団兵士制から権事制を挟みつつ、国画軍制へと移行するが、この時に武装を、朝廷や国画から公認された、下級貴族、下級官人、 有力者の家人からなる人々は最初期の武士であり、また、この国画軍勢の軍には7世紀から9世紀の間に大和に起伏して不襲となった。エゾもおり、エゾのわらび手刀は和人へ伝わりたちの源流となった。そして、国画軍勢における最初期の武士は10世紀に成立した新式の武芸を影として兵の家とされ、これを母体として武士となった。 武士の戦法は、記者が手であるが、条件が整うと一気打ちとなった。主力武器は長久であり、その他に立ち、長巻薙刀、鎧同士などを用い、矢合わせと打ち物での切り合いの後組打ちに至る形であった。鎌倉時代後期の現行において元軍が用いた集団戦への対応などから変化が生じ、日本でも足軽などの徒歩の兵を組織した。 集団戦へと変化した。このことに適した武器として、長江の一つ武器が見直されたため、槍が主力武器となり、さらに火薬を用いた火器である、火縄銃が伝来して普及した。江戸時代に入り、天下太平の世になると、江戸幕府や各藩に置かれた軍勢は、約250年間戦争をほぼ経験しないまま存続し、幕末の内戦時になって、 近代西洋式の軍政が導入された。この際に、幕府側は主に、フランス第二帝政の支援を、東幕側は主に、イギリス帝国の支援を受け、下記や軍艦を導入した。明治時代に大日本帝国となってからは、ドイツ帝国の軍政を取り入れた、大日本帝国陸軍とイギリスを基範とした、大日本帝国海軍の二つの軍隊が編成され、 軍事技術や連兵がさらに近代化された。なお、陸軍においては刀剣、槍、銃剣、ナイフなどの鋭きや棍棒などの鈍器を用いた至近距離の戦闘を白兵戦と呼んだ。馬が牙として軍人に利用されるにつれて、戦闘様式や武芸の技法に変化が生まれた。天武天皇は武漢に対して、傭兵、乗馬の訓練に関する発令をし、 大法律量と養老律量を通じて、学生で、騎兵隊が強調された。その後現れた武士にとっては、キューバの道と称せられた通り、牙が最重要の武芸であり、牙は武士と老刀にのみ許され、その後江戸時代に至っても、牙が許されるか、徒歩で戦場に出る身分化で死分の上位か快かが、大きく分かれた。弓は、古くから不者があったが、牙の発達につれて、 記者としても発達し、火器が武器として登場をするまでは、旧車中心の先方の時代が長く続いた。旧馬の道の弓として、記者も武士にとって最重要の武芸であった。駆者も、記者と並行して、中世と近世を通じ、銃の登場後も、中心武芸の一つとして行われた。上代の剣とは、刀剣のうち両刃のものを、さすが、まず正動性のものが現れた。 実用として使用されたのは古墳時代までと見られている。刀剣の打ち方派のものである刀は平安時代中期以後、自家刀から湾刀へ移行し、三沢刀技法も変化、発達したと見られる。原平の時代には湾刀一式となり、鋭利で狂人で軽量のものが作られた。矛は槍のような長い武器であるが、柄との接合部は袋棒と呼ばれ、ここに柄を差し込む。 戦闘法は逆の手に盾を持って使用したと見られる。最初青銅器の銅鉾が出現し、後に鉄で生産されるようになった。槍の由来は、斉藤彦麿の蕎麦びさしによれば、神代の鉾である。日本書紀の中野大江の王子と中富の鎌足りが、蘇がいるかを注する記述中に、すでに、長僧の語が現れている。長巻は、 ほぼ銅身と同じ長さの柄を持つ大立ちである。大立ちの柄を延長して取り回しやすくした中、薪から発展したが、違いは、最初から茎を長く作ってあるのが長薪で、通常の茎の長さの大立ちの柄を延長して、長くしたものが中間とされる。なぎなたは長い柄の先に、反りのある刀身を装着した武具で、当初はなぎなたと呼ばれた。金世以前、 戦場では敵将を倒し組み伏せて、鎧同士でその首を取ることがなされたが、これを組打ちといい、組打ちは古代から相撲または相撲として行われてきた。古代の相撲では打つ、蹴るなどの方法も取られていたことが古事記や日本初期の記述などから伺われる。原平の時代や中世日本における合戦では、正々堂々潔さが求められ、一気打ちが行われていたが、 この一気打ちでは、矢合わせ、打ち物での切り合いの後組打ちに至るのが一般的であったという。太平気巻期、第九には、下ら五郎左衛門城と斎藤元気沖縄の馬上組打ちが記されている。足軽の出現等によりこの一気打ちは廃れたが、その後も合戦において、組打ちは重要な武芸であった。このように、弓、槍、刀剣の前に続く格闘において、 微力でもって、豪郷の人を組み伏せた時の形状などが集められ、研究された。水軍の登場する古い戦乱として、五世紀のことと考えられる厳しいの乱などが知られる。近世まで日本の船舶は和船であり、軍用の船舶も同じであった。戦型ハニワは古代の和船の様子を表しており、古代にもろ手船が軍事用に使われていた記録がある。 大和政権の水軍は、安住氏や海人氏、つもり氏などが担った。陸上の武士のように、平安時代後期には、海上で活動する軍事勢力、海賊が活躍するようになるが、専用に設計された軍船ではなく、漁船や商船を建て板で武装したものを使用した。本格的な軍船の登場は、室町時代中期以降のことであり、畑船などの軍船があった。 原初的な火器として、ヒーヤがあった。中華圏では、早くから黒色火薬が発明されて、火薬を詰めた敵ダや原始的な手銃が使用されており、10世紀にはかなり普及した兵器だったが、火薬入りの火器が日本で使用されたのは、13世紀の現行襲来の際に登場した鉄は、が最初である。その後、 中国の江南や朝鮮との交易によって13から14世紀の日本にも黒色火薬の製法が伝来したと考えられている。伝承としては、楠木正成が牢城戦で鉄はうを使ったとされているほか、王仁の乱では細川市の軍勢が鉄はうや火やを使用したとの記述が残されている。また、大田道館も江戸城追記の際に天然の硝石と思われる。 粘土を発見し、これを用いたのロシアヒアといった火薬兵器を使用したと伝えられている。続いて、戦国時代に入ると、ヨーロッパ製の火縄銃が種ヶ島に伝来し、国産化されて広く普及した。しかし、鉄の加工技術が単造中心だった日本では鋳造製の大砲を製造することが困難であったため、 大砲の代替として崩落ビアや崩落玉と呼ばれた敵弾が使用され、江戸時代においても使用されている。近世以前、軍事における戦略、戦術、戦闘について体系化したものを標法といった。古代中国の孫子の標法は日本国でも有名である。例として、戦国時代の会、武田家の自責を元として書かれた軍学書である紅葉軍艦には、 武芸四門とは、弓鉄砲標本ばこれ四、なりとある。ありがとうございます。